ですけどね、土曜日のスピーチャーテレビでございますけどね、TD はね、いろいろ動き回っておりましてですね、今日はもう、朝6時に起きてですね、青田の方から飛んできたんですけど、もうすごいね、最初、昨日、マスターゲストさんがね、来日されまして、それ、張り付いてたんですけどね、最初の、もう初回から、初日からですね、前回の大久保の時に最終日に来た集まった人数ぐらいもう集まっちゃってですね、ちょっとすごい感じで始まっておりますね。はい。ということ感じなんですけどね。はい。でね、私、またこれ終わってすぐまたアウト帰ってですね、明日俺大分行くんですよね。これはね、なんで行くかっていうとね、アマゾンを守る会とかがありまして、そこの僕、まあ理事の一人なんでね、アマゾンって、まあ、つっても、通販のアマゾンじゃなくてですね、本屋のアマゾンじゃなくて、あっちのアマゾンの方なんですけどね。まあ、大体、1年かな ?1 年で、日本列島ぐらいの面積の森林が消えてるんですけどね。もう、で、アマゾンなくなるだろうって言われてるんですけど、そういう状態なんですよ。で、それ守る方で頑張ってるんですけどね。はい。なかなか難しいんですけど、まあ頑張ってます。で、それで、まあ、多分シャーマン会議とかあると思うんですよ。シャーマン会議がね、今度また、シャーマン会議前もやったんですけどね、シャーマン会議の絡みでね、多分僕、打ち合わせで行くと思うんですよね。それでちょっと行ってきます。まあ、それの流れなんですけどね。はい。で、まあ、いろいろ動いてますよね。で、もう、どんどん、まあ、すごいですね、なんか、流れがね。うん。で、なんでしょうね。なんでしょうかねっていうかね。うん、まあ、ガンガンやっていこうかと思ってるんですけどね。うん、いやせっかく大分行けるからさ、温泉入ってこうと思ったんだけど、日帰りになりそうで、まあ、ダメだこれだと思ってるんですけど、ね、もう忙しすぎちゃって。うん、あ、でね、ちなみにね、今日ね、シャンティさんが3時からね、マスターゲートさんとですね、対談します。でね、それね、見れるのかちょっとわかんないんだけどね、その時間ぐらいにいるとね、多分1時からさ、ごめんね、なんか、前2時からだったんだけど、今度1時に変わったんですけど、マスターゲストのやつが1時と、なんだっけ、グループセッションですね。1時と、夜の8時に変わったんですね。なんでこう、なんか、ずいぶん離れたなと思ったんだけど。で、それで、それでね、なんだっけ、待って、それで、まあ、そう、1時の部が今日あるじゃないですか、昼の。1時の部に来てて、で、流れでいれば、シャンティさんの対話聞けんじゃないかなっていう感じがしてるんですけどね、僕はね。うん、でも分かんないけどね、これはね、あそこはもう分からないからね。うん。だって、まあ、対談する場所がないんだもん。人いっぱいすぎちゃって。うん。だから一番いいのは、公演できる大きな場所でやるのが、対談するのが一番楽だから、そこでやるんじゃないかなと思ってるんですけどね。うん。はい。ということで、シャンディさんが現れますね、今日ですね。まあ、実は、ね、山川小屋さんなんかも対談に今度予定しておりまして、31日かな、わかんない。ちょっと、まあ、ちょっと言えないんですけどね。そこで、まあ、入ってきます。だから、ちょっとね、美味しいですよ。だからね、1時の部来て、その場合って、はい、まあ、ちょっと僕、わかんないけど、ね、見れるかどうかは。そう、確率論の問題なんでね。見るちゃん、2度美味しいですよ。それか、まあ、この3時の部に来てて、夜の部に出るとかね。うん。ね、そういう2度美味しさがあるんですけどね。どっかのグリコみたいなやつですね。そんな状態ですよね。うん。はい。ということでね、今日、ありがとうございます。いっぱいまた見ていただいてありがとうございますね。土曜日やるか終わるか分かんないです。スピーチャーテレビなんですけど、まゆさんおはようございます。ナナミピピさんおはようございます。マロンさんおはようございます。キョークさんおはようございます。ブラックスターさんおはようございます。ヨシリンさんおはようございます。マンモンさん、パソコンのある部屋は暖房が効かないので、こたつでバナナ片手にスマホ映像、エブリパッド、チャットを見ています。愛感謝、マンモンさんということですね。こちらこそ、感謝でございます。いつもね。スピーチャー鑑定団来ていただいておりますね。はい。おわしさんおはようございます。みよめさんおはようございます。
ティリーさん風邪ひきちゃったみたいですね、お大事にしてくださいね。あ、了解です。ちょっとはい、あ、でも引いてはいないんだけど、さっき一生懸命あのご飯を囲んでたもんですからね、あの咳してた、咳な、あの半分詰まりそうで咳してたっていうね、ちょっととんでもない苦しいもの TD の状態なんですけどね、申し訳ないですね。うん、はい、金谷さん、咳出てますか、風邪大丈夫ですか、すいません、さっきのやつですね。はい、ということでね、おかりんさん、おはようございます。今日もやってたんですね。やってるんですよね、土曜日やってんですよ本当は。はい、あの上にはもうちゃんと書いてないですけどね。はい、ね、ななみさんおはようございますね、っていう感じなんですけどね。はい、今日もありがとうございます。ハートスピリットさんおはようございますね。ということでいっぱい何名来たの、40名ぐらいかな、40名ぐらい来てましたよね、あのゲッツさんのとこね。ということでこの10日間ですね、東京の青戸の方でね、そのずっと毎日講義がやりますんでね、もう最初から飛ばしてましたけどね、飛ばしてっていうか、あのスピーチャーで多分特集できると思うんですけど、今ちょっと交渉中です、放送できないかということでね。じゃあその例えばね、あ、できるかな、例えば今日の8時のさ夜の部を生放送で放送させてくださいとかね、ちょっと交渉してますけどね、ちょっとまだ出てないです。だからどっかで出てくると思いますけどね。うん、はい、そんな感じでちょっと頑張っておりますね。あのひっついて頑張っておりますけどね。多分ね、この来日10日間の間にですね、また新しい悟った人が現れるんではないかなと踏んでてですね、楽しんでるんですけどね、どうなるか分かんないけどね。あのね、ゲートさんのところの特徴はね、面白いのはね、あれですね、あのね、顔がね、顔つき変わってっちゃうんですよ、みんな。うん、意識がね、上がっていくので、どんどんね、あのだからね、悟った時にね、なぜ悟るとほらストレスとか吹っ飛んでっちゃうから、どんどん今までいろんな考え、もや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 いろいろ考えたりとかね、外ばっかり見たりとかね、外ばっかり見てるな、あの人がこうやっちゃうか、なんかこう人間関係でこう悩んでたりとかね、こう外ばっかり人間見てるんですね。それがね、だんだんね、あ、そんなんいらないんだって分かってきてね、ちゃんと自分の内向きに意識がちゃんと入ってですね、それは内向的って意味じゃないんだけど、ちゃんと見る方を自分の方に向けるってことですね。今まで外ばっか見てるんですよ、あの人はこうだ、この人はこうだとかね、あの人でこうやったらどうしようとかね、いろいろこう外ばっかり見てるのが日本人の特徴なんでね、これがだんだん自分を見るようになってくる。今なんで私はこんな考え方するんだろうかとかね、であ、これは無駄ではないかとかね、こう冷静に自分を見るようになってくるってことですね。だからそれで悟ってしまうと、で悟ってしまうとですね、どんどん顔つきが良くなってですね、うん、5歳ぐらい若返っちゃうんですよね。はい、私は一体何歳なのかっていう話があるんですけど、まあそれね、まあ、皆さん知ってると思うけど、だからそういう年齢だになっちゃうけど、まあ僕もほら若いでしょ、若く見えるじゃないですか。だからね、そういうことになっちゃうんですよ。だから若くなっちゃうっていうか、今日もね、あ、レイナさん、レイナさんの話いいのかな、レイナさんの話で、これやってると、あっちで、今、レイナさん止まってるのかな、あ、レイナさん、そっか、浅草に今いるんだ、浅草で止まってらっしゃってね、レイナさん、福井県の方なんですけど、その、マスタケさんのやつ見に来ててね、で、話しててね、要は5歳ぐらいは分からないよって話でね、で、ほら、じゃあ、動機何にしようって話で、ね、で、若返るのを動機にしようって話で、若返るからやってごらんっつってやってんですよ。だって、女性5歳ぐらい若返っちゃったら美味しいでしょう。ねえ。うん。何のために悟るんだって、若返るために悟るんだって。とか、それ、そういう動機いいと思いません？うん。ねえ。でもそれありだと思いますよ。うん。でも、ストレスも取れちゃったりとかして、いろんな、ねえ、メリットはいっぱいあるんですけどね。そういうことで、なんでね、うまく使って、ゲストさん使っていただければと思うんですけどね。はい。あ、ゲストさんの本質とこういうかな。あれ首があれ、悟りの錬金術が似合いよくね、神秘のもありますね、すいません、テレビの画面の下の方にはね貼ってありますね、神秘、悟りの錬金術ね、これもう一個の方の神秘のものの方なんですけどね、うん、あったとはこれだ、もうあれが、あ、ちょっとあれがないんですけど、すいません、汚れてて、悟りの錬金術ってこちらの本がありますけどね、
こちら下の方で買えますけど、まあこちらでなってますけどね。はい、これが里芋のちょっと基本がいっぱい書いてますね。こちらは神秘の、これは不思議な体験がいっぱい書いてますけどね。昨日のね話はね、ニュージーランドのセンターが昔あったんですけど、ニュージーランドに出たお化けの話とかでした。で面白かったのはね、お化けがね、あのそのなんだっけ、そこである人に、マオリ族がそこで戦った場所らしいんですよ。そこで行ったらね、そのすごく霊感強いっていうか、そういう人にですね、マオリ族の幽霊が憑依しちゃったんですよ。で憑依してね、憑依し始めるとね、何百体ってその人についちゃうらしいんだよね。もうどんどん波動落ちるからで、何百体もいるらしいんですよ、そこに。ね、でそういうのがあって、だからまあそういうのあってね、だから憑依で憑依してて、だからそれがね、憑依したら面白いんだけど、その人が、ね、いきなりすごい霊的能力がね出ちゃってね、あのね、そのセンターに集まってる人にね、そのいきなりこう言うんですよ。お前は昔にこういうことをやったことがあるだろうってね、その人のね、言われたくない過去をね、そこに言うんですらしいんですよ、それ。いきなり、その、憑依されちゃったやつが。いきなり能力、そういう霊能力ついちゃって。それで、そういう人が、うおーみたいになっちゃって。で、みんな逃げちゃうんだって。バーって逃げちゃったんだって。それでなぜ逃げちゃうかっていうと、怖いからじゃなくて、その、昔のやばい話をされちゃうから、みんな怖くて逃げちゃったって。そういうことあったとかで言ってましたけどね。それでなんだっけ。で、まあ、それでまあ、これは、まあ、学習だからいいやつということで、ちょっと何分かやってて、結構長い、ちょっと長い時間、30分だろうかなぐらいか分かんないけど、ずっと見てて、みんなで。で、ね、逃げないやつは見てて、じゃあ、あげちゃおうかって言って、ゲートさんがですね、あの光をね、やって、条例してですね、何百体ぐらいいたらしいんですけど、いっぺんに上げちゃったらしいですね、バーって。まあ、そういうことがあったらしいです。まあね、まあだから、まあ、幽霊話ってあんましないですけどね、スピチャーというのはね。まあそういういろんな面白いこともありますよね。まあいろいろね、ありますから、ね、まあ、まあ、ね、だから死んでも、だから魂生きてるからね。幽霊いるってことはさ、だからもう私たちは死にませんですからね、死にませんなんで、まあ幽霊になるのはちょっとまずいと思うけどね、それは自爆霊だから大体がね、まあすごくチャンスがないとね上がっていけないんだけど、まあでもね、その面白いのはね、ご縁って言ってましたけど、そういうのでね、こうサポートしてあげちゃうと、その後またねいいことがあるらしいですよ。ね、そんなこと言ってましたけどね。あと何があるかな。なんか、裏技の話とかしたいですね。結構、まあそうですね。まあゲイツさんはね、まあ来てるからあれだけど、前にいるだけ、座ってるだけでも上がりますから、意識ね。聖者クラスだから。そういう人ですね。あと、こういうのまた、昨日の話面白かったな。これ実は公開できない録画のやつで、しょうがないんで、僕がこれ全部言葉で喋っちゃいます。これは撮って、これ放送できないやつなんで、でも、口言うだったら怒られないから言っときます。でね、韓国のお寺、これもう一個ゲイさんが教えてくれた面白い話でね、韓国のお寺の、お寺、大きなお寺があってすごく有名なね、でその名前も言ってたんだけど、それはブーなんだけど言わないんだけどさ、で韓国のすごい有名なお寺があって、まあすごく、まあ、日本で言うと薬師寺とかそういうようなぐらいの由緒あるお寺らしいんですけどね、そのお寺の中にね、なぜかね、霊能力者のね家があるらしいんですよ。お寺の中にですよ。でまあ霊能力者っていう、あんまり韓国だとムーダンって言うんだけどね、巫女みたいなやつなんですよ。それを下ろすやつで、霊の言葉とか下ろして、それムーダンって言うんですけど、で、まあ、霊能力者ですよね。で、まあ、霊能力者で、なぜかお寺の中にその家があって、ね、まあ、ゲスさんとか不思議に思ったらしいんですよ。なんでお寺の中にこういう霊能力者の家があって、追い出されないのかね、みたいな話でね。
あのそれでね、でもあのやっぱり お坊さんたちがやっぱ嫌だと思うから追い出しにかかるらしいんですよ。なんか知らないけど、そのね霊能力者は追い出しにかかるんだけど、その時にその霊能力者がね、やっぱり、ね、すごいやっぱ見える人でね、お前は昔こういうことをやったねとかって言っちゃうんだって、お坊さんが追い出しに来るとでね、それでやっぱりお父さんが、お坊さんがやーってなって、もう大樹みんな帰っちゃうんだって。それ大体それは言わんで、言わないでくれっつってね、うん、お前はあそこでこの前女の人と遊んでたねとかさって言っちゃうんだって見えるから、だから追い出せないんだって、お坊さんがその霊能力者をそのお寺の一角のね家からもうそこ住んでるらしいです。だからお寺の一角でそういう人いるらしいですね。うん、まあその人とね、その芸さん仲いいらしくて、ちょっとねそういう話があったんですけどね。うん、ねだから面白いですね、いろいろこう韓国仏教界でも裏の話がありますね。うん、まあさすがに日本のね仏教のお寺の中でさ、霊能力者が住んでるお寺があったらちょっとあんまないとは思うんですけど ね、うん、ね、まあそういう話とかしてましたよ、そういう笑い話とかね、うん、はい、あ、ラグナさんおはようございます、はじめまして、あ、いらっしゃいませ、ね、うん、ね、リョウさんおはようございます、ね、オカリンさん、若返り DNA レベルでも影響あるかも、あるからかも、うん、かもしんない、わかんない、それはちょっとね。でもね、あの本当にでも人間っていうのはね、リラックスした状態になってくるとね、うんと、あのある人はね、髪の毛が白かった人、ちょっと黒くなってきたよって人もいるしね、あのちょっとあのちゃんと細胞が活性化するんでしょうね、全体的にね、そういうのがあるようですけどね、うん、だからまあなんかストレスがかかってる状態ってのはちょっとあれですよね、なかなかね難しいとこがありますよ、うん、ね、うん、あと何かあるかな、うん、そんな感じで話してますけど、ね、いやーちょっと寒いな、俺久しぶりに帰ってきて、まあ今日曇りなんですよね、ちょっとね、でもまあ薄曇り、ちょっと薄曇りな感じなんですけどね、うん、あ、やっぱりちょっとあれかな、ヒーターつけようかな、よいしょ、寒いわよいしょ、うん、よいしょ、さっそ、さっそ、さっそ、よいしょ、寒いですね、まあそういう状態なんですけどね、どうしようかな、何しようねうん、まあ本もいっぱい来てるんだけど、あ、こんならね、これもらいました、本じゃないかね、風車さんちょっと行ってね、もらいました、これね、あ、これ2000、これ古いか。古いっていうか。これ2012年。どんな時代が来るのかっていうことでね、書いてます。これ2012年の本ですけどね。中でいろいろ書いてあって。私が予想していたことも書いてあって。なんだ、俺が予想したこと書いてあるとか思ってね。思ってるんですけどね。これ書いたの、菅康彦さんとかね、書いてますけど。トランスパーサナル化。トランスパーソナル心理学関係ですね。うん。で、あ、これで世界の人たちがなんか、あ、訳したんだ、これ。世界の人たちがこういう、こうだよって言ってるっていうね、やつですね。うん。はい、ですね。うん。まあっていうことなんですけどね。はい。なんだかわかんないな。うん、何しよう。ね。あとなんかネタがあったかな。いや。本当にね。いや、昨日ね、青戸で泊まってきたんですけどね。いや、そこ、雑魚寝してんですよ。あの雑魚寝っていうか、大きな部屋があるから、そこでね。で、女性も男性もね、もう寝てましたよ。雑魚寝して。だからね、修学旅行みたいな感じ。うん、楽しかったですね。うん、なかなか寝ないやつがいて、向こうで喋ってるやつがいるとか。しょうがないですね。さすがに隠れてお酒を持ち込んで飲んではいませんでしたけどね。
そんな感じでしたね、うん、あと何があったかな何があったかなって言って全然あれですね、今日はゆっくりですね。あ、それね、どうにかしますよ、俺どうにかしようと思ってね。いやちょっとバシャール関係の人とね、今ゲイツさんをね対談させようかなと今考えてるところもありましてですね、あの許可出ればやろうと思いますね。はい、あのその予定でいます。そんな感じですけどね、うん、バシャールね、あのそうね、まあ今日松竹さんネタばっかりだったんでね、そのゲイさんがね、バシャールっていうのは人を成長させるエネルギーあるねって言ってたんですよ前。だからね、そういう流れがちょっとありますね今日赤いカップで飲んでますけどね、はい、うん、あ、すごいすごい、何がすごい何がすごい分かんないけどはははよいしょ。いやーもうなんかいろいろ動きまくってますけどね、状況がですね。あと何かあるかな。うん、あ、小見川さん、ゲートさん石垣に来ないかな。あー、それはね言っとくと来るかもね。あのね、あのこういうプロジェクトもあるんだよね。ゲートさんを日本に住まわしちゃおうプロジェクトっていうのがあってね。だからスイスに住むとか今言ってるからさ、でパリからスイスに移動するとかって話があって、でなんか調べたら、スイスのなんか永住権だったかなんか、それが永住権だったかなんか、なんか52歳だったっけな、なんか、あ、52歳にならないと出ないとかね、そういうのがあって、以上だとかいろいろあるんですよ。あのね、なんかスイスってリタイアする制度とか、リタイアした人が住める制度とかあるみたいで、多分ある程度お金持ってる人だけしかできないんだと思うんだけど、そういう制度があって、それに合致するとそれで入れるみたいですよね。うん。それがね、52条でないと出ないって話ですよね。昔チャップリンだったっけ、スイス住んでたのね。うん。そんな流れがありますけど。ね、あって、だからでもね、日本もいいって言ってから、その2年間の間にね、日本に引っ張り込もうかなって言ってあって、あのやっぱり、まあ、今日ゲイツさんネタばっかなんだけどさ、そのゲイツさんが言うにはやっぱ世界はまあいろいろ、ヨーロッパにここ4、5年住んでんですけどね、でその前ニュージーランド住んでて、で結構世界を旅するのがね好きなんですよ。あ、もうちょっとお聞きしたほうがいい？こっち、こうかね。はい。テス。ちょっとちっちゃいね。あ、大丈夫か。大丈夫ですね。ちょっと気にしますね。はい。はい。うん、だから、日本に来ればね、石垣行こうって話に出てくるかもしれない。うん。でね、本当はね、あそこのメン、あの、韓国の人たちをね、だいたいね、毎回海外ツアーやってるんですよ。で、去年、あの、タイでツアーやったんですけど、でね、沖縄に引っ張ろうと思ったんですよ、僕。沖縄でやろうって言ってね、引っ張ろうと思ったんだけどね、韓国から沖縄へ直行便あるんだけどね、あんまり、ほとんどね、席が小さいんだって。だから、なんかね、あんまり韓国の、その、観光地として沖縄はね、あんまり、こう、あれじゃみたいなんですよ。あんまり、メリットがないみたいですね、うん、メリットがないっていうか、こう来づらいみたいなんですね、うん、チェジュ島があるからかなとかいろいろ言ってるんですけどね、理由はちょっとわかんないですね、うん、はい。和紙さん、 T さんはメディアに出て顔が知れるようになったことでメリットもあると思いますが、デメリットとかありませんか。あ、今んとこないね、俺はね、うん、まあいいんじゃないですか、人気勢で、うん、っていうか、知られてるって言ったってさ、たかが知れててさ、スピーチャーの人は知ってらっしゃるけどね、一般の人知らないから大丈夫ですとか言って。うん。ね、小見川さん、スイスも石垣も大して変わらないですよ。景色も空気も良いしね。うん、確かにね。そう、バシャールとゲイさんの話、楽しみにしてます。これ、そう、ちょっとこれやれるかわかんないですけど、ちょっとトライしてみます。でね、大体ね、今回出揃ってね、
あれですよ。あ、に、裏技ばっかり言っちゃうんだけどさ、今日聞いてる人裏技ですよ。裏技ばっかり言ってんだけどさ、27日の、これは、あ、そう、昨日ボソボソって書いてたよね、なんかチャットのとこね。27日の、3時から、シャンタンさん来ますよ。で、シャンタンさんっていうのは、安倍敏郎さんがですね、悟りに至る時にキーマンになったね、和尚の弟子ですよ、うん。で、聞いたらね、シャンタンさんって日本人で初めて和尚の弟子になった人だとかっていう言ってる人もいらっしゃるので、へえ、そういう人なんですかっていうことでね、ちょっと引っ張ってみようと思うんですよね。風貌はね、仙人みたいな人ですね。はい。雰囲気は。うん。はい。そういうことなんですけどね。で、私にいろいろ時々なんか資料を送ってきていただきましてですね、そこに謎の言葉がいっぱい書いたんですけどね。いやいや、なるほど、なんか怪しい言葉ではなくてですね、ね、実はこういう裏の話があってるって、ああ、そうですか、みたいなね。うん、あ、それ、まあ言っちゃってもいいかもしれないけどさ、いや、じゃあ、和尚は、これ、すごく、これ、マニアックなネタなんだけどさ、1950年ぐらいかな、わかんないけど、60年ぐらいかな、そこへの流れでさ、クリシュナムルティっていう人がいてさ、その人がその人にマイトレイヤーを下ろすプロジェクトっていうのがあったんですよ。世界的に。うん。それで、マイトレイヤーを下ろすっていうプロジェクトがあって、インドとかで、なんていうかな、5人の少年たちをさ、一生懸命、勉強させて、その人たちをマイトレイヤーを下ろす、よりしろとしようとするね、すごく霊的なね、プロジェクトがあったんですよ。で、それの時ね、で、クリシュナムルティさんがね、いや、私は嫌ですと。私はマイトレイヤーのよりしろにはなりませんつって、却下、やめちゃったのね。うん。だから、それでね、困っちゃってね、で、マイトレイヤー意識どこ行こうみたいな話でね、で、和尚に降りたって言ってる人もいる、その資料を送られてきたんですけどね、まあ、本当かどうかちょっと分かんないんですけど、まあ、そういう資料があるということで、ちょっとお話してますけどね、そういう資料があるんですよね。うん、まあ、面白いですけどね、まあ、それ、まあ、どっちでもいいと思うんですけどね、うん。まあ、そういうネタとかね、こう、裏のネタだな、裏ネタだなっていう感じだったんですけどね、はい。まあ、でも、まあ、これはちょっと高度というか、そんな裏、ちょっと濃い話ばっかりしてもしょうがないんでね、ちょっとポップな話の方に戻りたいと思うんですけどね。うん。まあそんな感じで。いや、青戸で泊まっててね、ほら、青戸ってさ、銭湯がたくさんあるんですよ。あそこ、本当に庶民の町でね、下町でさ、ほら、亀有公園前とかの舞台のとこだからね。亀有公園前派出所とかのさ、で、なんだろう。だ庶民がいっぱいいんですよ。おじいちゃんばあちゃんとかさ。いっぱいいて、で、まあ、そういう感じでね、で、ね、なんか食べ物の値段がめちゃくちゃ安くてね、290円弁当とかやっぱ売ってんだけどさ、これはなんかやばそうだっつってみんな買わないんだよね。あ、でも食べてみたことあるけど、まあ変ではないけどね、うん、うん、まあでも、まあなんつうかね、庶民の街ですね。なかなかちょっとグルメを探すのが難しかったんですけどね。今頑張って探してるんですけどね。うん。まあ、そういうとこありますね。うん。ね。あと、メディアに出てか。これ、なんだろう。いや、でもメディアも、まあまあ、出れる人が出ればいいんじゃないですか、もう。ね。なんていうかね、なかなか中立的な人がいないんですよ、スピーチャー界も。やっぱり、どっかに偏っちゃうとこがあってね。だから、比較的中立かなっていう感じでね。頑張ってますんでね、うん、いいんじゃないかなと思うんですけどね、はい、いや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 、うん、寒いね。なかなか暖かくならないね。いや、うちにあるのデロンギのヒーターなんですよ。すごい古いやつで、インドのね、瞑想のグループでブラーマクマガリスさんっていうとこあるんですけどね、そこでいただ、壊れちゃったやつをね、私がいただきましてですね。まあ、通ってる頃にですね、それで、温めてるんですけど、デロンギヒーターって温まんないんだよね。なかなか。そういうところだって、もうちょっと、まあ、全然温まってますよね。うん。しょうがないね。
2時間ぐらいかかるかもしれない。さ、まあもっと早くやれば早くいくかもしれないけどね。うん、そんな状態ですけどね。うん、あと誰かあるかな。まあそういった形でバシャール関係の方と、和尚関係でシャンタンさんでしょ。で山川小屋明子さんが来ていただけるでしょ。あと誰だろうね。うーん、であとあシャンティさん、今日シャンティさんですかね。今日シャンティさんどうなるのかね、わかんない。どういう対談になるかっていうのはちょっとやってみないとわかんない。ちょっとこれはね、あの予測つかない感じですね。まあそういう感じになってますけどね。はい。いやいやいや、あそうだね。あと今日、そっかそっか、今日は最初に流した福井千代さんのねコンサートがね、確かね2月の1日になりますよ。よかったら東京のどっかであったような気がするんで、福井強気でね探していただけるとね、あのいいかなと思いますけどね。はい、よいしょ、福井強気さんですね。はい、うん、という感じで、寒い寒いね。あと何の話しようかな、ネタがあるようなないような、ね、もう僕でもちょっともっとも出たいですね、うん、もっとねその表にね出てこう泣いたいですね。ちょっとね、あの説明がうまいというので、あのニュースのね方みたいな、名前出てこないや全然あの若いあのニュース解説が上手い人いますよね。すぐ忘れちゃうな。まあそういう感じで解説できたらいいなと思ってるんですけどね。まあなんか聞いてくれればね解説しますけどね。よし、じゃあ今日はねなんかしよう。じゃあね1からね15番を心の中で思ってください。1から15番。あ、ね、2つね、選んでいただいても大丈夫ですよ。あのカードを引きたいと思いますね。1から15番。で、自分の思った番号をちょっとチャットにババって書いてください。まあ、書けない人はね、自分の中の心の中で思ってもいただいてもいいですけどね。カード引きます。で、今日はね、ちょっとランダムに、カードを引きますので、何のカードで引くか分かりませんという感じでやろうと思いますけどね。あとまあやれるかちょっと分かんないです。フランク・キンズロー博士がまたちょっとまたインタビューするかもしれません。はい、分かりませんけど、はい。あ、これね、あのいくつか選んでいただいていいっていうのはね、この15枚引きますけど、1から15までの間ね、それ両方ともその方へのメッセージになると思いますので、入れといていただければと思うんですけどね。はい。あ、金属博士はちなみに QE の創始者の方ですね。スピーチャー鑑定団の時に、アマモンさんがね、いつもやってらっしゃいますけどね、QE を、開発した方ですね。とても意識が高い感じをしてましたけどね。はい、じゃあ出揃ってきたかな。よいしょ。じゃあ最初のカードはウィスパーオブラブというカードいきましょうかね。ちなみにこのカードはね、全部この右の方の番組でのカードってところで買えるようになってますから、買っていただくと 3% がスピーチャーテレビに寄付されるようになってます。値段は変わりません。同じ値段なんですが、そのうちの 3% が Amazon からスピーチャーデビューの方に寄付されるようになっております。はい。よいしょ。そうしたらですね。はい。で、1番の方。はい。心の中で1番と思っている方、書いていただいた方、両方 OK なんですが、1番の方はこちらでございます。メッセージカード、こちら。これは、これ読めない。ダメだ。そしたら、日本語の解説言います。39番。
ありのままのあなたでいる。本来のあなたや自分の感情に正直でありのままでいることが求められています。はい、音ちっちゃい話があったな。ちょっと調整しますね。はい、これでもうちょっと大きくなるかもしれない。はい、大丈夫かな。ちっちゃい、大丈夫ね。はい、ありのままのあなたでいる。これ一番の方ですね。本来のあなたや自分の感情に正直でありのままでいることが求められています。すべての人間関係においてありのままでいることが大切です。時には感情を抑えて通常ではしないことをしてしまいます。飾らないありのままのあなたでいてください。他の人たちをありのままに受け入れ、自分や相手を変えなければいけないという思いは手放しましょう。39、ありのままのあなたでいるということですね。はい、ということでね、まあそういうことですけど、ありのままでいてくださいね。うん、ありのままでいればありのままでいきますよ。うん、本当に本当に、ありのままでいるとね、ストレスがない。うん、はい、じゃあ2のカードの仕方いきましょうね。2のカードの方も同じウスパーオーラーで引きます。はい、こちら2の方、こちら、プラクティスコンパッションかな。はい、2のカードの方、こちらでございますね。途中から入った方もね、今から3から15まで思い浮かべればですね、今からでも参加できます。共感を持つ。他の人の視点で物事を見てみましょう。他人の視点から物事を見ることは皆のためになります。他人の立場に立ってみると今の気持ちを変えるような共感のある理解をすることにつながるでしょう。愛と共感の心はいつもポジティブな結果をもたらします。ということで、プラクティス、コンパッション、共感を持つというカードが来てますね。参考になりましたら幸いです。はい、ということでね、ウィスパーオブラブカードですね。こちらはちょっとこれで終わります。次のカードいっちゃいますね。今日はね、いろいろカードをいっぱい出していこうと思いますけどね。はいはい、じゃあ4と5の人、これやっちゃおうかな。ロマンスエンジェルスオラクルカード。なんでロマンスエンジェルスなんだって。まあこれ恋とかね、愛とかを高めていくのに、まあベストパートナーを探したりとかね、するのにいいんですけど、まあちょっと引いてみましょう。はい、3番の方ですね。3番の方はこちら。はい、これなんですか。ファイナンス&キャリアだったかな。うん、ああ、恋のカードなんだけど、実際現実的なカードが出ちゃいましたね。お金と仕事っていうカードが出ましたね。3番の方。お金の問題が今あなたの恋愛生活の一つの因子になっています。歴史が始まって以来、お金と恋にはつながりがあり、このカードはその相互関係を指摘しています。ロマンスエンジェルは、あなたが恋を含めて人生のあらゆる面を楽しめるように、あなたを経済的な問題、あるいは仕事のプレッシャーから解放してあげたがっています。仕事が心地よい満足感を与えられるとしても、遊び心や笑いといった愛の他の側面とのバランスが取れていなければなりません。このカードが現れたのは、そのような気楽さやのんきさを取り入れることがあなたのためになるからです。天使を呼んで、あなたの気分やエネルギーレベルを高め、会計や仕事の問題を好転させ、心が穏やかでいられるようにお願いしてみましょう。ということで、ファイナンス&キャリア、仕事とお金と仕事ということですね。はい。ね、これね、恋愛のカードだからね、これ、あれなんですよ、相手がね、小泉さん経済力がないわねとかっていう時にこういうカードが出るんですよね。だから相手がこうお金のことを心配してますとかね。だから、ね、まあ、この仕事とお金がちょっとキーポイントになってますよっていうカードなんですけどね。でもまあこれだとどういう感じで出てるか分かんないんですけどね。うん、まあ、自分がピンとくる感じでいいと思うんですけどね。はい、じゃあ4番。ああ、飛び出ちゃった。いきなりクラッシュしました。バーンと。いきなり飛び出ちゃった。ちょっと、よいしょ、怒ってしまった。はいはいはい。
もう一回やりますね。はい、じゃあ4番の方ですね。今日はね、いっぱいカードを引いています。熊友さん、おはようございます。ガンジャさん、おはようございます。今からでも大丈夫ですよ。4番からね、15番のうちの好きなカードをね、1枚でも2枚でも持っていただければ、それが今日の、皆さんのようなメッセージカードになってます。はい、それでは4番の方、こちらでございますね。ディセプション、はい、というカードなんですけどね、ちょっと待って、これなんかこう仮面かぶった人がね、こうやっているやつですよね。はい、これはね、ごまかしというか、ね、ごまかし、この関係で誰かが偽りの仮面をかぶっています。これはさ、これ今恋愛関係とかね、愛のカードだから、あのね、そのお互いに偽りの仮面をかぶってるよって嘘ついてるとかね、そういうのがある時にこれ出ますね。このカードは一つの関係の中に関係の中にあるごまかしに気づくようにという愛情あふれる警告です。ごく平凡な礼儀正しさといった穏やかさが伴う場合もあり、その陰であなたのパートナーは本当の気持ちを伝えて、あなたの気分を害するのを怖がっているのです。仮面をかぶっているのはおそらくあなたの方でしょう。パートナーに隠していることはありませんか？心の底ではあなたはこのカードが暗示していることがわかるはずです。ロマンスエンジェルはあなたの心を守ろうとしています。次のような祈りの言葉を心の中で、あるいは声に出して唱えましょう。ロマンスエンジェル、この状況に関する真実を私が明確に意識できるように、分かりやすくはっきりとしたガイダンスを送ってください。そしてその後にやってくるサインに注意し、信頼することです。またこのカードはパートナーに対して誠実であることの大切さを思い出させるものでもあります。本当の気持ちを話すのは気まずいかもしれませんが、そうすることが様々な面で二人の関係を好転させるのです。うん、だから相手にごまかしてるとね、仲良くないくなっちゃう時あるんですよ。あのね、私もね、経験あるんですけどね、やっぱ恋人がね、話してないことがあるとね、やっぱり気まずくなる時あるんですよね、後で分かったりするとね。だからね、やっぱり喋るのはね、気まずいかもしん、その時も気まずいかもしれないんだけど、後で分かった時の方がもっと気まずいからね、バレちゃってね。だからね、ごまかさないでね、ちゃんとね、言っておいた方がいいと、ここは言った方がいいと思いますよ。で、正直に言うとね、いや、本当は正直に言ってくれたらよかったのになってこといっぱいあるんですよね、そういうのってね。そしたら別に怒んなかったのにって思うんですよ。だから相手がね、怒ると思ってて言わないんだけど、実はね、言わないことの方が悪化しちゃって問題になっちゃう時もあるんですよね。うん、だからね、僕は言ってもらいたかったなとかいろいろ思ったりするんですけどね。はい、ということでね、ロマンスエンジェルオラクルカードですよね、ドリームパーチさんですね。はい、それではね、次のなんか行ってみたいと思います。はい、はいはいはい、じゃあ次これかな。うん、5番はこっちいきましょうね。こっちもう使い込んでるんで、これ画面が見えなくなってますけど、よいしょ。はい、デイリーガイダンスオブ、オラクル、エンジェルスということでね、はい、日々の天使からの言葉カードみたいな感じでしょうかね。はい、じゃこれ引いてみたいと思います。はい、よいしょ。はい、ね、相手がごまかしてるかもしれませんけどね、金谷さん。私が、自分がごまかしてるのか、相手がごまかしてるのか。なんか言ってないことがあるとかね。うん、はい、ということで、じゃあ5番の方ですかね。こちらです。これ、ピシッ。お、ニューパートナーが出てますね。5番の方。新しいパートナーが来ますよ。ピンポーンみたいな感じですね。ということで、うん、5番の方、新しい恋が、わかんないけどね、どういう、でも仕事の上のパートナーかもしれません、これ。ね。全部恋だってわけじゃないんですけど。ということで、読んでみましょうかね。はい。新しいパートナー。偶然の出会いは必然の出会いに他なりません。
あなたの祈りの言葉が成就するように聖なる力が働き出して、素晴らしい出会いがもたらされました。私たちがあなたの人生に送り込む日々に人々に注意を払ってください。あなたが近いうちに言葉にできない親しみや懐かしさを感じる人々と出会うでしょう。こうした人々は一緒にいる心地よさ、そして安心感を与えてくれるはずです。これはソウルメイトと出会うということでもあるのかな。祈りに対する答えとして、あなたは新しい人と出会う。それがこのカードに込められたメッセージです。あなたが出会う人は仕事上のパートナー、あるいは友人、そして恋人である可能性もあります。自ら探し出そうとしてはいけません。すべては自然に起きることだからです。天使が送り込んでくれた人物と出会えたことが実感できたら、心を大きく開き、聖なる導きに従ってください。あなたの身の上に愛に満ちた魔法のような出来事が起きることでしょう。はい。ということで、その他の意味は、あなたはソウルメイトと出会った。あるいはもうすぐ出会う。一人でもことを起こし、こなそうとせず、助けを求める。まあ、パートナーということですね。これ、パートナーが必要だよって意味ですね。あとは、専門家の意見を聞くというね。ことで、ニューパートナーという。まだ二つありますね。あと、祈りに対する答えは、周囲の人々を通じてもたらされる。うんうん、あとは、新しいペットを飼うというね、ことも書いてありますね。はい。ということで、ニューパートナーということでございますね。はい。はい。これが5番目ですね。はい。じゃあ、6番目いってみましょうかね。今日いっぱいいろんなカードでいきますね。はい。6番目、こちら。キューピッドですね。はいはいはい。よいしょ。お、キューピッド。よいしょ。はい、キューピッド。私たちはあなたの心と精神に向けて大きな愛の波を送ります。この波があなたに宿る愛と呼応し、息吹を与えます。ロマンスを受け入れ、楽しもうという明確な意思によって全てが始まります。自らに宿る愛を育み、祝福しましょう。このカードを引いた理由は、あなたがロマンスに憧れていることを天使たちが知っているからです。知ったからです。恋愛について、天使は表面的なことは何もしません。あなたの内側から働きかけます。天使の言葉を借りれば、ロマンスは人生と恋に落ちることから始まります。天使の助けによって、あなたに宿った愛が目を覚ませば、ロマンティックな関係が自然に生まれるはずです。はい。ということで、その他の意味です。バラの花やキャンドルなど身の前に美しいものを集めてみましょう。感情的な傷をすべて天使に委ねてみましょう。大天使ミカルに祈りを捧げ、過去や現在の恋愛に関する痛みを癒してもらいましょう。恋愛に何を望むのか明確な意思を持ってください。愛し愛されることに何の心配もない事実を自分に言い聞かせてください。ということで、キューピッドというねカードが来てますけどね、参考になりましたら幸いです。はい。という感じなんですけどね。はい。なんか革命ありますね。熊友さん、私は知らない程度ならネタにするタイプです。うん。オカリンさん、書いてくれてるんです。ありがとうございます。一番愛のままのあなたに。ノーストレス。ニューパートナーとかね。ありがとうございます。ということですね。ということで、今のが、だっけ1,2,3,4,5,6番?1,2,3,4,5,6 か。6番。6番目ですかね。はい。キューピッドですかね。はい。1,2,3,4,5,6。6番ですね。はい。キューピッドですね。はい。ニューパートナーとかですよ。なんかこれ、デイリーオラクルカードなのに、ね、なんか、ね、出会い系多いですね。はい。ということでね、ここでちょっとまた、これだけ7番目いっちゃいますけど、お、7番目、パーフェクトタイミングっていうカードが来てますね。7番の方。はい。ね、なんかちょっといいカード来てますね。よいしょ。パーフェクトタイミング。はい。完璧なるタイミング。
インスピレーションに従って行動するために今ほど完璧なタイミングはありません。今がチャンスです。いくつもの扉が大きく開かれています。私たちと一緒に前へ進みましょう。ためらったり先延ばしたりするのは禁物です。先延ばしにしたりするのは禁物です。木は完全に熟しています。成功は約束されています。すべてのことが、そしてすべての人があなたの味方となってくれるでしょう。素晴らしい結果があなたを待っています。このカードは祈りに対する答えがもたらされる前にしなければならないことがあるという事実を知らせるものです。天使は行動を起こすのがまさに今であることを告げています。これまで何度も言ってきましたが、天使は常にあなたと一緒にいます。物事に臨む時の態度は時と場合によってそれぞれでしょう。しかしエネルギーと行動を通じ願っていることを実現させようとする気持ちに変わりはありません。願望の実現、望む結果に何向かって第一歩踏み出せば、あとは神羅万象が救いの手を差し伸べてくれるのです。その他の意味です。行動するのは今、ぐずぐずしなければ状況は自ら良くなっていきます。意思決定、あと過去の失敗はタイミングの悪さゆえに起きたという、ね、カードですね。ということでパーフェクトタイミングというカードが、来ております。はいね、ということでこの7番目の方ですけどね。はい、ということでこのデイリーオラクルガイダンスカードはちょっとここで終わりましてですね、これデイリーオラクルエンジェルスですね、こちら終わりましてですね、次行こうと思います。はい、ちなみに今日引いてるカードはこちらの上の方の今日のカードから買えるようになっております。はい、じゃあユニコーンカードこの前引いたっけ、誰か聞いてましたか、ちょっとわかんない。ユニコーンカードいきます。久しぶりの、ね、1年に1回ぐらいしか引かないかもしれない。まあ、久しぶりですけど、ユニコーンカードいきましょう。マジカルユニコーンズですね。はい。ということで、ね、久しぶりです。この、マジカルユニコーンズもね、この、かわいいカードの中の一つなんですけどね。はい。それでは、よいしょ、おお、元に出ちゃったね。8番目のカード。8番目の。ね。警視庁8番目のとこはエイトマンと言われて、アニメがありましたけど、ちょっと古いですね。はい。Love from your partner. Partners. あ、ごめんなさい。Love from your parents ですね。はい。こういうカード来てます。今日はいろんなカードを引いてるから、ちょっといろんな内容が来そうですね。はい。両親の愛。何があってもあなたの両親はあなたを最大限に愛しています。このカードはあなたの両親がたとえそう感じることができない時があるとしたとしても、共にあなたのことを愛しているということを伝えています。愛情の表現は人それぞれです。例えば、物をくれたり、助けてくれたりと、行動で愛情を示そうとする親たちもいれば、言葉や手紙でそれを表現する親たちもいます。もしあなたの両親があなたの理解できないような方法で愛を示そうとしているのであれば、あなたの持っていることを話してみるといいでしょう。親子の絆はどんなことがあっても切れることはありません。たとえ喧嘩をしているときでさえ、心の底では親子は愛し合っています。その愛を意識すると、親子の絆は一層強く深くなります。この愛によってみんなが幸せになり、仲良くなれるのです。あなたの両親の仲が良くない場合でも、二人を平等に愛することができます。どちらかの味方をしなくても良いのです。どちらの親にも良いところはあるのですから。神はすべての人の心に愛を与えてくださったのです。たとえどちらに会うことがあまりなかったとしても、あなたの父母に対する強く深い愛は変わることはありません。お父さんお母さんのためにそれぞれの良いところを意識するようにしてみてください。そしてこの上もない愛情深い人になってください。ということで Love from your parents、 両親の愛、何があってもあなたの両親はあなたを最大限に愛してますよというカードですね。はい。ねえ、ちょっとこういう、あまり出ないカード出ましたね。うん。熊友さん。顔が、から火が出る程度なら知らないレベルで、身の危険を感じるならやめておくという感じです。そうですか。うん。なるほどね。ユーストリーム、から見ちゃってる人ね、このチャットどこで読んでんだっていう話でわかんない。で、私の意見も書きたいんだけどっていう方はね、ユーストリームの人は、ユーストリームっていうか、
あの下に共同チャットシステムってあって、そこクリックするとあのそこのある場所に飛べますから。で普通にスピーチャーテレビから見てる方はそれあの普通にチャットが右側に出てますから、そこで書き込んでもらえばね、あの私読みますからね、あの読ませていただきますのでね、ご意見とか質問とかありましたら書いていただければと思うんですけどね。はい、で今8番目ですよね。じゃあ9番目いきましょうかね。これは、マジカルユニコーンズなんですけどね、ユニコーンズカードですね。はい、これもドーリンバーチさん系ですね。ピシッ、はい、あ、おかりさん、ありがとうございます。これ今9番目、これペッツ、ペットですね、今日不思議なカードいっぱい出るね。ペット、あなたは動物が好きで動物の良き理解者です。動物はあなたのことが大好きです。動物は彼らが、特別な鳴き声で気持ちを伝えることをあなたが理解していると知っています。そして彼らの気持ちと欲求を尊重してくれていることも知っています。あなたのペットはとりわけあなたを愛しています。そして時間をとって相手をしてくれていることにとても感謝しています。このカードはすべての動物とあなたのペットからのメッセージで、彼らがどんなにあなたを感謝しているかを彼らがどんなにあなたに感謝しているかを伝えたがっているのです。動物と過ごす時間をもっと増やしましょう。そうすれば動物が愛とは安らぎと優しさであるということをあなたに感じさせてくれるでしょう。動物はあなたが遊んだり楽しいことをしたりできるように相手をしてくれます。さあ愛犬、飼ってない人は隣人の犬を、長い散歩に連れ出したり、子猫を可愛がったり、野鳥に餌をやったり、飼っている小動物にブレシをかけてあげたりしてみましょう。ペットに毎日餌をやって、きれいな水に取り替えるのを忘れないようにしてください。このカードは、あなたが動物と関わる勉強をしているか、仕事に就く可能性があるとも伝えています。あなたは動物の研究の、保護に関する仕事に向いているので、その仕事に就くととても充実した人生を送ることができるでしょう。またこのカードは天国に旅立ったペットからのメッセージかもしれません。彼らは天国で幸せに暮らしていて、今でもあなたのことが大好きだと伝えています。この瞬間、彼らのことを思って彼らの愛を見てみてください。そしてお互いの愛が永遠であるということに気づいてみてください。ということで、ペット、あなたは動物が好きで動物の良き理解者ですというカードが来てますね。はい。これが9番目だっけ？わかんなくなってきた。はい。9番目ですかね。うん、次10番目かな。はい。1、2、うんうん、5、6、あ、1、2、3、4、5、6、7、8、9ですね。うんうん。そう、9番目ですね。じゃあ10番目いきます。よいしょ。10番目の方、こちら。今テレビ見てる方は、10番から15番の好きな数字を思い浮かべてください。2枚でも構いません。2個でも構いません。で、10番目がこちら。Believe in yourself ですね。はい。いやー、この引き方いいですね。後から参加してもちゃんと自分のカードがありますよ。よいしょ。あとね、引かない人はいないです。引かない、カードが引かない人はいないですもんね。Believe in yourself。自分を信頼しましょう。これは大切ですね。うまくいっている自分の姿を思い浮かべましょう。そうすればきっとうまくいきます。このカードは自分に対して自信を持つように伝えています。欲しいものやしたいことがあれば、うまくいっているビジョンを思い描いてください。私にはできる、そしてそれが得意だというように、自分に対してポジティブなビジョンを持つようにするのです。あなたが自分を信頼すればするほど、すべてはうまくいくようになります。成功を望めば良い結果が得られますが、失敗を恐れるならば、この過程を楽しむこともできないでしょう。自分を信じることで、人生はもっと喜びの多いものになります。もしあなたは成功しないだろうという人がいるのであれば、その人の言葉を大きな罰で消してください。他人の言葉に惑わされて自信をなくさないでください。むしろ相手のあなたに対する見方を変えるぐらいの気持ちでできることを真剣にやってみるべきです。
信念とは、私にはできると決意することを言います。はっきり決意すると、ただやっているときと違って、より自信を持って状況に対応することができるようになります。それが新しい挑戦であっても、同じことでも言えます。自分にはできるという信念を持つことこそが大切です。人は新しい挑戦のたびに学び、成長するものです。そして自分にはできると心から信じることができれば、何でも達成できるということを学んだ自分自身に感謝するでしょう。はい。っていうかね、これ、スピーちゃん、あのね、ドーリン・バーツさんのね、初期の頃、ちょっとこれ初期っていうか5番目か6番目のカードだと思うんですけどね、その頃のカードっていうのはね、もうちょっとね、なんていうかね、まだ、こう、パシッとしてないんですよね。フォワフォワってしたとこがあって、こう、あやふやなとこもあるんですけど、まあ、スピーチャーのことで言えば、自分に自信を持ってると、本当に自信を持ってるような状況が来るってことですね、要はね。だから自分が自信持ってない人は自分の自信ないような状況が来るっていうことになっちゃって、自信がないっていうか、自分ができないとか、そういうものを引き寄せてしまうってことですね。だから自分は何でもできると思ってると、何でもできるってことを引き寄せるので、何でもできる自分が引き寄せられるってことですね。まあ、というところがあるんですけどね。はい。ということで、今の10番目かな。うん。はい。ということで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ですね。はい。ということで、3つ引きましたが、これがマジカルユニコーンズですね。はい。ということでございますけどね。はい。ということで、次行きましょうね。じゃあ、そうしたらね、もういろんなカード出しましょうかね。じゃあ1枚だけ、沖縄のカード。11番の方ですね。ナンクルカード引きますね。はい。最近、長谷倉めぐみゆきさん、体が透き通るとかいう話とか出ておりますけどね。はい。ね。時間を遡ってしまったとか、いろいろ、だから時間をテレポートしてしまったとか、いろいろ話があるみたいですけどね。この絵を描いてる方ですね。はい。ということで、長谷倉みゆきさんのカード。ということで、11番。ボン。はい。こちらですね。チャンプル、11番の方のアドバイス。何でもちゃんとしなくても、プルッと笑って、ルンルン生きよう。混ぜて混ざって、新たな始まり。ということで、チャンプル、ね。混ぜ合わせることってことですね。混ぜ合わせてみましょう、みたいなカードですね。11番の方。はい。ということですね。そう、今日、まあ、マスタゲさんネタが多い、来てるからね、マスタゲさんネタでやってますけど、マスタゲさんはね、一切、有心像っていうことを言うんですよ。でこれ禅の言葉にもあるんですけどね、全ては自分が思ってることが起こるっていうのがありまして、自分が思ってることがこの世の中起こるようになってるんです。実はそうなんですよ、うん、でね、皆さんがね本当によく分かってないことはね、万物の霊長って意味が全然分かってないんですよ皆さんっていうわけだけど、まあ分かってる人も多いんですけど、ね、テレビ今見てらっしゃる方多いと思うんだけど、人間っていうのはね、万物の霊長なんでね、霊長っていうのはね、つまり神様の分け身様なんですよ、人間っていうのは。で、動物っていうのは、ちょっと魂が違って、どっちかっていうと、なんていうのかな、やっぱり、こう、神様、なんていうか、どっちかっていうと、もっと、下等生物って言っちゃいけないんだけど、だから、なんていうのかな、そう、私たちを楽しませるためにある動物なんですよ、どっちかというと。で、人間っていうのは、即、神が入り込んでるんですよ。大きな創造主が入り込んでるので、私たちって神様なんですよ。だからね、私たちが思ってることが現実に起こっちゃうんですよ。だから、自分を信じるってことはすごく大切なんですよね。はい。ということで、11番目のカードは、沖縄の、ナンクルカードを引かせていただきました。はい。ということで、12番いきましょうね。12番のカードはね、よいしょ。久しぶりに行きましょう。よいしょ。バーン。よいしょ。12番のカード、こちら。あれ ?11 番言ったね。11番、12番カード。こちら。日本の神様カードいきましょう。はい。ね。
久しぶりでございます。12番かな。はい、12番の方、こちら12番をイメージした方、こちら。はい、豊受け姫の神ということですね。はい、なんか豊かな感じを感じるカードですね、これね。これはね、よいしょよっとしょっと。豊受け姫の神。体に取り入れるものに心を傾けなさい。それは食べ物だけではありません。あなたはいつも何を見て、何を聞いて、何を味わっていますか？すべては食物としてあなたの中に入っていくのです。魂が喜ぶものを取り入れてください。優美なるもの、美しいもの、敬う心であなた自身も人も満たしましょう。テーマは、豊かさをもたらす食べ物、優美さ、女性性。ということで、細かいところ読んでみますね。カードのメッセージです。豊受け耳の神は、天照大神の食事を司る、女神です。優美な食物、穀物の神様です。神に捧げるお料理を作るシェフとも言えるでしょう。豊受け耳の神は、身体と魂が喜ぶものを取り入れなさいとアドバイスをしています。品質の確かな食材、心のこもったお料理、心地よい音楽、愛する人との楽しい会話、心に響く映画、精妙な波動を持つものは皆魂のためのソウルフードです。このカードを引いたあなた、今、女性性に目を向けるときです。それは柔らかな需要のエネルギーでまっすぐに突き進むのではなく、ふんわりと包み込むエネルギーです。あなたが男性なら、うちなら女性性につながってみましょう。頑張りすぎる必要はありません。豊受け姫の神のエネルギーは、あなたに優美さをもたらしてくれます。お料理をするときには心を込めてください。食事を作っているときの気持ちは、波動となってお料理の味を左右するからです。また豊受け姫の神のエネルギーは、人を招くのが大好きです。楽しいパーティーを企画しましょう。同じ食物を食べるということは楽しさと、同じ食べ物を食べるということは楽しさと喜びを分かち合うということでもあります。人と人との笑い声もまた魂を満たしてくれます。食事は美味しいものを食べるのではなくて、一緒に美味しく食べることがポイントです。今日のお料理にはちょっと黒胡椒を効かせるとパワーアップしますよ。ということで、テーマは豊かさをもたらす食べ物、優美さ、女性性。神社は豊受け大神宮三重県や、神柱宮宮崎県、名草この神社の奥宮、真内神社、京都府などに、祀られていますということですね。うん、この神社出てきたね。そう昔の元伊勢ですね、この神社はね。はい、ということなんですけどね。なんかいろんなのが書いてありますね。カオルさん、今日長谷倉美幸さんの講演会に行きます。友人が行けなくなったのでチケットもらっちゃいました。あ、いいですね。俺も行きたいね。ちょっとね、長谷倉さんもちょっといつかね、呼んでみたいですね。熊友さん、過去世では恐竜時代暴力ばっかり振るっていました。愛されたかったので注目を集めたかったのです。でも自分を愛することが最終目標だということに気づきました。なるほど。恐竜時代にいたんですか。恐竜時代、ずいぶん前のことですね。面白かったです。ありがとうございました。はい、ゴンちゃん、では返礼として私の恥ずかしい話をお話しますでも話余ってますね。じゃあ話し話その恥ずかしい話書いたら私読んじゃおうかしらわかんないけど、はい、じゃあ次いきますかね。これが何番目だっけ。12番目でいいのかな。あ、12番目だったっけ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 何番目だっけ今の12番目わかんない。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11、あ、12番目だね。はい。13番目いきます。13番目、くちゃっぴし。ふと玉の御事、
今日はいろんなものが出てますね。太玉のみこと13番目のカードを選んだ方、太玉のみことです。太玉のみことというのは非常に珍しいですね、このカードでね。よいしょ、こちらですね。太玉のみこと、もう頭で考えるのは十分です。今が選択の時です。迷いの時はもう終わりました。もう一度深呼吸をして、私のいる場所から自分の今の自分を見下ろしてみてください。大きなビジョンが見えてきます。あなたの魂がもっと喜ぶ選択ができるように私が助けましょう。あなたの選択があなた自身の贈り物になるようにということですね。テーマは運命を知る選択の時ギフト。カードのメッセージです。太玉の御事はアマテラス大神をどのように岩戸から出すかを占った占いと最初を司る神です。この神は起点を聞かせ、岩戸が開いた時に用意したしめ縄を張って、アマテラス大神が岩戸に戻れないようにしました。太玉の御事は陽気で非常に明晰です。このカードを引いたあなたに運命の神が微笑んでいます。太玉の御事の協力にポジティブで大きなエネルギーが降りてきました。彼は私たちが自分の未来のビジョンを知ることを助け、迷いを取り払ってくれます。太玉の御事はあなたの運命を占います。迷った時、太玉の御事を召喚してください。夢を通して、あるいはインスピレーションとして進むべき道がクリアにわかるでしょう。あなたの人生で起こる出来事にどう反応するかがあなたの運命を決めるのです。自分はなんてかわいそうなんだろう。自分だけが犠牲になっているなどといった自己憐憫に陥っていると、太玉の御事のその強力なパワーをもってしても、あなたの手助けが難しくなります。貝の存在するところには、ボルティクスができるくらいの力強いエネルギーの持ち主。ハートに従って運命を選択しましょう。その選択はギフトになるでしょう。仕事上では大きな飛躍のチャンスが来ています。仕事上の約束や連絡、時間など細かいところを見直してみてください。祭事を制する者は仕事を制します。太玉の御事は織物と麻の神でもあります。麻はね、織物、あれですね、水曜日の朝ではないんですけどね、その麻の葉の朝ですね。織物と麻の神でもあります。天然素材のものを身につけてみましょう。インスピレーションを受け取りやすくなります。また、物事に迷った時に、5年後にはどうなっているかという、どうなっていたいか、10年後にはどうなっていたいかということをリアルに思い描いてください。彼の朝の糸が必ず導いてくれます。ということで、太玉の御事ということですね。テーマは、運命を知る、選択の時、ギフト。神社は、太玉の御事神社、奈良県、阿波神社、千葉県、大原神社、千葉県などに祀られていますということですね。はい。ということが感じなんでございますけどね。ななみさん、自分を愛することが最終目標、いいですね。私も同じです。うんうんうん。なんかすごいいろいろ書いてるね。あ、そうか、並べたカード置いとけばいいかも。そうですね。今何番目だったっけ次わかんないです。あ、前世は猫でした。あ、なるほど。小学校、ゴンちゃんさん、小学校の時に学校の階段に休息をこぼしました。それはあるよ。そういうのってないですかね。うん、僕、箸を落とした時ありますけどね。ガシャーと。失敗ありますよね、子供の時はね。あ、小学校の給食の時にあのなんかカレー鍋とかをさ、ひっくり返した子もたまにいるんだよね。失敗してね、重いからね。ゴンチャさん、ガソリン車に間違えて軽油を入れました。しかもその車は BMW。オーナーさんが青くなってました。うわぁ、すごいですね。どうやって軽油抜いたんでしょうかね。熊友さん、保育園の給食の時に隣の子のソーセージを食べたことだってあります。肉食時代の抜きつける癖が抜けませんでした。なるほどね。はい、7ピーピーさん、7と番13番だったんです。つながっていました。今行動する時です。もう頭を使わなくて大丈夫ですってぴったりでした。ありがとうございました。
あ、今13番でした。ありがとうございます。ひっくり返すのもある意味シナリオかも。うん、そうそう。いや、そこでいろいろ学びますからね。そう、いいのいいの。うん。失敗もまたそれを糧にしてですね、生きればいいんですよ、人は。うん、13か。あと14、15ですね。じゃあ、これは、日本の神様カード、ここで終わりにしましょう。じゃあ、最後は何の、最後の2枚は何のカードにしましょうかね。じゃあゴッテスガイダンスカード、これボロ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 になってますけど、はい、女神様カードですね。こちらいきます。14番です。はい、よいしょ。あ、飛び出た、飛び出たからもういきます。はい、何が飛び出たかというと、すいませんね、マートが飛び出ましたね。はい、これはね、女神様のカードなんですけどね。はい、ちなみにこちらで買えますよとか言って今日はいっぱい引いてますけど、女神様がいっぱい出てくるカードです。マート、フェアネス、公平さ。この問題は公平に正しく扱われることでしょう。マートからのメッセージです。公平という言葉の意味について述べさせてください。公平とは、問題に関わるすべての人々が自分勝手な意見に惑わされず、みんなにとっての最善は何かと考えることです。そのためには、互いの知恵を信頼しなくてはなりません。争いは、自分が受け取るべきものをもらえないのではないかという恐れから起こるものです。しかし、相手を攻撃するということは、争いの元となった傷の痛みをさらに拡大してしまいます。執着心を捨て去り、あなたの聖なる心を指針として、争い事を解決しましょう。有効的な結果を強く心に描いて、調和を持って全てがうまくいくと考えましょう。カードの意味は、訴訟問題が解決する。争い事は調和とともに終わる。あなたは公平に扱われる。交渉時にはみんなの言い分を心に留める。攻撃を向けぬよう、罪悪感と屈辱感を手放す。ということですね。マートという神様なんですけど、マートは誠実、公正、正義を司るエジプトの女神様だということですね。ということで、マート、フェアネス、公平さ。この問題は公平に正しく扱われるでしょうということでね、来ております。よいしょ。はい。最後の15番になってきましたけどね、15番なんで、もう特別にまたここで変えちゃいますから。よいしょ。どっちがいいかな、ここでいこうかな。アセンデッドマスターカードですね。はい、ね、ひっくり返した鍋は実は、ノロウイルスが入っていてみんなを助けた英雄になったと、うん、そうかもしれません。まあ、食中毒って書いてありますけどね、チャットはね。はい、ということで、アセンデッド、こちらですね、アセンデッドマスターカードですね。アセンデッドマスターというのはですね、昔、人間でいた人たちなんですけど、まあ、ブッダとかですね、キリストのようにですね、意識を上げてですね、もう生まれてこなくても、輪廻の枠から飛び出て、生まれてこなくなっても良くなっちゃった人たちのことですね。はい。ということで、じゃあカード1枚引いてみましょうね。はい。何が出ましたかね。はい、こちらです。お、なんか、ブッダの話したらブッダが出ちゃった。メディテイトというカードが来てますね。15番の方へのメッセージカードです。メディテイト、釈迦ということですね。瞑想。このカードはあなたに定期的に瞑想をするように求めています。あなたの体や魂は今熟考し判断し洞察力を受け取るための静かな時間を求めています。たとえわずかな時間でも日常的に瞑想することで、あなたに素晴らしい贈り物がもたらされるでしょう。特に正式な瞑想のトレーニングを受ける必要もありませんが、ただ静かに座り、目を閉じ、呼吸をし、耳を澄ますだけのことです。その他の意味です。じっとして耳を傾けてみましょう。あなたは一人になる時間が必要です。あなたには一人になる時間が必要です。自分自身に正直になってください。
瞑想のグループやスクールに入りましょう、瞑想用の CD を聞いてみましょうということですね。ということで釈迦ということでメディテイトというカードが来ております。参考になりましたら幸いです。はい、ね、ということでね、ゴンちゃん、先生が嫌いな子だったので悲惨でした。先生ぐるみをいじめ、今の時代やったら先生がネット上で吊るし上げられそう。カリンさん、神殿で商人の商品をひっくり返して最終的に十字架にかけられた人を知っています。イエスそれはそうですね、それスピードネタですね。はい、まあね、まあ、キリストとしてはね、その神の神殿のところでね、なんかこういろんな商売をしてるのは許せなかったんでしょうね、儲けに使ってると神様をね、それ言っちゃうと儲けに使ってるものは全部ダメだから、いろんなものがひっくり返されそうですね、もしお寺だったらお寺の前にある門前商店とかダメだよね。例えば帝釈天のさ、お団子屋さんとか全部ね、ひっくり返されちゃいますね、イエスにね、まあね、いろいろあるからね、変な商売ね、あの免罪符っていう話もありますし ね、ね、これを買ったら天国に行けますよっていうのを売ってたっていうねことありますかね。熊本さん、ブッダに会ったらブッダを殺せば自分の中のブッダを信じましょうという意味だとか、蘭光遠さんの本に書いてありました。そうだよ、そうだよ、そうだ、その通りです。あのブッダに会ったらブッダを殺せっていうのは、外にブッダが出てきたらってことなんですよ。つまり外っていうかね、こう、なんていうかな、こう幻想、ビジョンでブッダが見えてさ、ブッダがこう言ってますとかさ、そういう、それじゃなくて本当の自分の自分を信じましょうってことなんですよね。中にこう行かないでね。私は紀ノ国屋書店の本棚に本を一列ひっくり返しました。店員さんと一緒に片付けていたとき消えたかったですちょっとなかなかあれですね、今日は自爆ネタですか。オアシスさん、今日はオープニングの舞台裏で T さんがご飯にむせて咳をしていたというのが一番インパクトがありました。私も実は真面目に体を心配していました。どうもありがとうございます。私もちょっとちゃんときちんとね、心配していかなきゃいけないですね。はい、ね、ゴンチャさん、ひっくり返してからそれ以来本はアマゾンで買っています。なるほど、ね、はい、ということで15ね、最後ブッダで閉めちゃいましたけど、閉まりましたけどね、ちゃんと閉まりましたね。はい、ということでどうもありがとうございました。ね、今日も長い時間お付き合いいただきましてありがとうございます。まあ私これからまた今日マスターゲストさんのところへね、取材行っちゃいますけどね、また流せるようだったらどんどん流してきますんでね、待っていただければと思います。はい、ということで今日もね、お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。またお会いしましょう。はい、さよなら。亀だね。亀ですね。違うんでしょ、ぴょん。これ実はハワイの写真です。よいしょ、よいしょ。